Are you ready?桜 FM を聞いているリスナーの皆様、新年明けましておめでとうございます。2020年は私に注目。中国のバンドブームに火をつけたネット番組バンドの夏のシーズン2に出たいと、もうアピール中なのだ。水ポリンの2020年はチャレンジの年にしたいと思ってます。そう、新しいものをね、作り出したいですね。ねえ、ラブオンでも流したい。うん。それでは、皆様のご健勝と交通安全と、ハッピーな一年を願って、賑やかに、スタート!ジューニャーチューニャーチュ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 ーニャーニャーカントン&みずほの、ねえ、ラブオン!I had a dream. I got everything I wanted. Chu, 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 meow, chu, meow, meow. てな感じで、新年早々一人小芝居でお正月のお祝いをしているカントンです。今年の干支はネズミ。知ってました?ネズミ年は始まりの年で、行動力がものを言う年なんですよ。ほっほっほ。というわけで、その行動力を武器に中国で大活躍している日本人アーティストたちから新年のコメントをいただきました。まずは、はい、カフェインです。ねえラブオン、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 ねえラブオン。この番組は心揺さぶられるエンターテインメントで世界をノーフォーフィールスと脳天直下に全身貫くグレイトサウンドで感動をノーエンジェイでお送りします。望着你化作风飞过，望着我慢慢挥挥手，你的世界我的世界都在一个世界，你一生中的色彩，相信我也曾经看见。のっけからさゆちゃん率いるカフェイン、ありがとうです。私そのノリ大好きです。そんな面白くて素敵なカフェインのかわいいこの曲、愛说ラブセイズは、丸い地球では誰もがどこかで巡り合うというのがテーマ。さゆちゃんの声と歌の感じがとってもグー。花が咲き誇っている小さな街を楽しく歩いてるって感じが私します。像清澈的四月，整个四月我们都不再后悔，像个时模样还有多遥远，漫漫星海无边，爱说这个世界可以没有界限，我也和你一起看看能否实现。カフェインのシャイです。2019年カフェインはアルバムウィルのリリース、全国ツアーがメインの年となりましたが、さて今日はメンバーに一言。まずはベースのワン・イジェ。 Hello, 我是ベースワン・イジェ。2019年关于中国有一个说法是有本命年这个说法嘛，正好我是本命年，所以2019年会有好多奇奇怪怪的事情吧，很正常，完了赶紧过去吧。二零年
还是有挺多期待的，好像绝对会转运的感觉。谢谢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 ，ありがとう。19年はね、年男だったみたいで、いろんな変なことが起きたみたいなんですけど、まあ20年にはいいことがたくさん起きたらいいですね。じゃあ続いてドラムのマッサン。僕も2019年は年男だったので、悪いことがたくさん続いて、ちょっとバンドにも迷惑かけた部分があったんですけど、まあ俺のせいじゃないんだけど、いろんな都市にライブに行きまして、新しいファンの方とか、まあ、古いファンの方に会えてとても楽しかったんで、2020年も続けて、またいろいろな別の都市に行って新しいファンを獲得したいなと思っております。じゃあ続いてギターです、リュウボウフェイ。はい、大家好。2019年、今年我们那个做了一次非常严肃的巡演，然后这个是我觉得非常好的经历，然后能和很多喜欢我们的人见面，这也很厉害。然后关于明年呢，我就是希望明年奥运会那个能顺利召开，然后希望中国的那个选手能啊取得好成绩，然后最大的愿望是明年希望和新裤子一块演出，是这样。そうだね。2020年には新裤子、ニューパンツと一緒にライブできたらいいかなと思ってます。聞いてますか、ニューパンツ。いいっすね、カフェインとニューパンツのコラボライブ最強じゃん。ということで、今中国で旋風を巻き起こしているハヤトのバンド、ニューパンツの曲で最後の乐队。这是最后一首歌曲，唱完之后我们将离去，虽然这音乐还在继续，却和你一样焦虑。サクラ FM のリスナーの皆さん、明けましておめでとうございます。ドラマーのハヤトです。2019年はバンドの夏っていうテレビ番組が非常に盛り上がりまして、で、僕のやっているニューパンツとウミガメ先生、この2つどちらも参加したんですが、ニューパンツはチャンピオンで、ウミガメ先生はトップ8まで入り、でそこから結構番組関係の仕事が非常に増えもうバリバリ忙しい状態で、年末を迎えました。で、2020年はその番組で盛り上がったバンドブームに乗っかってさらなる飛躍をしたいと思ってます。バンド、ニューパンツとウミガメ先生は春から大きなホールツアーをするとのことで超楽しみ。とっと、その前にみんなにお年玉。1月11日北京月空間で歴史のライブします。ではでは、最後にさゆちゃんから。はい、じゃあ2020年カフェイン、また新しいツアーへと向けて行こうと思います。遊び心たくさんの年になるといいなと、ボーカルサイは思ってます。またね。カンポン水穂のねラブオン。この番組はフォンピールスと MJ がお送りしました。桜フェイム新年会。